え、本当にユキリンさん、みなみと仲良くなりたいって言ってるの？ガチですか？本当に？嘘じゃない？どこ情報でありますか、それは。知りたい。どこ？どこ情報？本当に？ユキリンさんとね、話せるようになりたいです、私。そう、切り抜きの人たちさ、そういうところこそ切り抜いてよ、まったく。変なとこばっか切り抜かんといてさ。たくよ、切り抜きさんよ。ユキリンさんがさ、みなみと仲良くなりたいって言っても、それこそ切り抜きや。あと全員違うチームに行っちゃったからさ、もう本当にまた新しいチームとって感じだね。そう、とりあえず福留ちゃんだけ友達できた。私の新チーム B の友達、まあ、ゆいゆいいる、もちろんもちろん。ナーミンもキャプテンいるしね。さとみな、あんま喋ったことないな、喋ってみたい。同郷の藤園ちゃん、レイちゃんとかもいるもんね。ツイッター見たら顔可愛すぎてビビったんだけど。あんな今時の子ってなんであんなもう完成してるの。でも楽しみだね、本当に。レミタン、あー、レミちゃんもね、一回あのチーム8の番組でねの収録で一緒になったことあるけど、もっと後輩と仲良くなりたいからみんな紹介してね、後輩のこと。マナカね、マナカこの前2人で、あのコンサートの曲で2人あのレッスン出れなかった曲あって2人でリハしました、一緒に。めっちゃ覚えるの早かったな、マナカ。多田恭香ちゃん YouTube 見た、17期のオーディションについての YouTube めっちゃしっかりしょ、こんなん喋れる、まあ知ってたけどすごいね、面白かった。ちゃんと YouTube やってて偉いなと思った。マホピョン、マホピョンは切り抜き見てる、マホピョンの面白いから、ショールームのなんか面白い。チーム B のドラフト入るときに迷ってたからすごい、でも絶対にマホピョンはアイドル向いてると思ったから超なんか説得しちゃったんだよね。だから私はマホピョンに責任があるから頑張ってほしい。じゃあ頑張ってるけど応援してる。進学と迷ってて、進学するかみたいな、 AKB 入るかちょっと見て迷ってて、入る前に握手会に来て、握手会の裏でちょっとマホピョン喋りたいってマネージャーさんにお願いして、いつでも辞めれるからみたいな、今辞めたら入ってあとか、辞めた後に AKB のこととかテレビで見た時に自分が入ってた AKB ってどうだったかなみたいな、 AKB になった自分ってどうだったかなって、もしかしたら後悔するかもしれない、でも入ってみて違うなと思ったらすぐ辞めれるからって言ったら、私休業もできるからみたいな、一旦受かったのにこの状態で一回も AKB として活動せずに辞めちゃったらもう絶対気になるよみたいな。私がそうだったの、 AKB1 期生受けて途中でオーディション断念した時に、やっぱどんな人が受かったんだろうとか、自分が入ってたらどうだったかなみたいなすごい思ったからこそ、そう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 。でもマホピョン頑張ってるよね。三友真白ちゃん、あんまり喋ったことないな。やっぱね、新しく入った今回チームに入ったエイトの子たちってあんまり会う機会がなかったから仲良くなりたいです。カナブンチーム違うけどめっちゃ仲いいですよ。私は仲いいと思ってる。なんか僕夏公演一緒に出たし、カナブンはなんかダンス上手だし頑張ってるから僕夏公演出てほしいなと思って。カナブンはいつもなんか現場で会ったら必ず声かけてくれるし、レッスンでもやめちゃうのって話したけど寂しいね。浅井ななみちゃん、ナーミンはねもうマジで真面目ですよね、本当に。あの16期とドラフト3期生のプロデュース公演やったことあって、その時とかももう公演始まって初日の後とかしばらく経ってからもうなんかわざわざメールで、ここの振りってこっちとこっちどっちが合ってますかって連絡くれたりとか、最近みんなこういう感じでみたいな、こういう風にしたいんですけどどう思いますかって連絡くれたりとか、この新チームのコンサートでも私がちょっとここの振り揃えたいみたいな言ってた時に、ナーミンがその時なんか来れなくってレッスンに、したらなんか LINE でわざわざなんか昨日ってここの確認しましたかみたいな、もう超真面目なのよ本当に。もうちょっと肩の力を抜いてもいいよって思うぐらい真面目です。まあいいことだよ真面目なことは本当に。くるるん新チーム B で一緒でめちゃ可愛いよね、ダンスがすごい上手、めちゃくちゃ綺麗でダンスが上手だし、大人になっても可愛いというか、なんて言うんだろう、今は若い可愛さがあるけど大人になっても可愛いというか、大人になってもいい魅力が出る感じする。小見春も熱いよね、熱いメンバーで頑張り屋さんって感じ本当に。
AKB っぽいなって思う。すごいちゃんと感情の波がすごいあって、負けず嫌いでなんか熱くて、言っていいか分かんないけど小見晴泣いてたよ今日現場で。コンサート中止になってチーム K が好きなんだなと思ったチーム K の今のメンバーでコンサートしたかったのにって言って泣いてた。かわいいメグはパフォーマンスが好き、形が綺麗、すごいあのかっこいい曲とかそういうのの表情の作り方もうまいし、結構オーラもあるし、でも喋ったらちょっとギャップがありすぎてちょっとなんかこの辺で会話してるなんて分かるかな、なんかなあちゃんとかみおんとかと喋るときってすごいなんかマジ真剣なというか、これってこうですよねみたいな、いやでもこうでこうだしさみたいな、そのなんか話なんだけど、なんかメグってもうなんか高校生みたいな会話しかしないくてめっちゃ可愛い、褒めてるよ、めっちゃ可愛い本当に。吉田カレンちゃん知ってます？めっちゃ最近なんですけど、これも TikTok で目撃者が流れてきたんです。今の多分チーム A の目撃者公演の目撃者の映像が流れてきて、それを見てて、ただあれって歌ってるだけなんですけど、その表現の仕方がめっちゃ好きな子が映って、うわこの表現仕方めっちゃいいなと思ったのが吉田カレンちゃんでした。あんまり喋ったことなかったから、あの YouTube の S さん、まあ、マネージャーさんなんですけど、マネージャーさんにそのスクショ送って、これって吉田カレンちゃんで合ってるみたいな送って吉田カレンちゃんだよみたいな、多分シュープリも出てたんですよね同じ回の。めちゃ良かった、あの表情で歌える若手良かったな。もうひいちゃんはもうそりゃみんなおなじみのめちゃくちゃお世話になってますよ。もうテレビとかでも言ってるけど、本当にもうルーマーとかではねいっぱい振りを揃えてくれて、ひいちゃんがちゃんと言ってくれるからありがたいです。こうもうやっぱ長年いると言ってくれる人も少なくなっちゃうから、すごい言ってくれてありがたいですねひいちゃん。でも超真面目だなと思う。ひいちゃんもなんかバラエティの収録あるみたいな時に、もうちょっと言っていいのか分かんない、ひーちゃん喋っちゃうよなんかあの相談したいことがありますみたいな連絡来て、でなんか電話だったからなんだろうと思って、そうそしたら今後こういう番組の収録があってみたいな、こういう打ち合わせをしたんですけどみたいな、こういう答え方でいいと思いますかとか、どういうのがいいと思いますかみたいなのを、そう久しぶりに後輩と電話で喋ったなみたいな、超真面目だなと思った。本当にいいことですよ。もちろん歌ダンスねひーちゃんは頑張ってるけど、そういうちゃんとバラエティとかテレビとかも一生懸命やりたいっていう気持ちがあって素敵だなと思いました。今日は後輩と仲良くなろう配信、そうでした、私が意外と AKB が好きだっていうことが伝わったら嬉しい配信でした。